三崎馬三崎馬は宮崎県串間市の鳥三崎に生息する日本在来馬の一種。国の天然記念物に指定されている。体高130センチメートル前後、体重300キログラム前後でポニーに分類される。日本在来馬の中では中型馬に分類される。軽視競争馬のサラブレッドやアラブ種と比べると一回り小さく体型は がっちりして頭部が大きいが、濃厚馬として育成された他の日本在来馬と比べると、足が細いなど、江戸時代の乗用馬の特徴が保存されている。毛色は影、黒陰、瓦の毛が多く、足首が黒いのが、三崎馬の特徴である。猛虎の馬や古い品種の馬によく見られる、うなぎ線という色の濃い線が背中に現れるものが多い。三崎馬は、 トイミサキに牧場が開設されて、以来300年以上の間、人為的管理をほとんど加えない終年放牧によって、素方に使用され、繁殖と育成が自然に任されてきたため、粗食に耐え、体質が強権で、斜面が多い環境に適した発達した後、ムを持つなど、トイミサキの自然環境に適応した資質を持つ。ミサキ馬は一頭のオスと、 数頭のメスとその子馬で形成される、ハーレム単位で行動する。ハーレムを持たない若いオスなどは、オスだけの群れを作る。平均寿命は、オスが約14年、メスが約16年。メスは3歳頃から出産、12歳過ぎ頃までほぼ1年おきに、平均5から6頭を産む。子馬は一から二歳で生まれたハーレムを離れる。江戸時代前期の百九十七年。 高鍋藩の秋月家が軍事に欠かせない馬の放牧を、豊村三崎巻の繁栄牧場で始めたのが始まりとされる。明治維新後の1874年、三崎牧場は組合員155名からなる三崎組合の共有牧場として払い下げられた。1897年に明治政府は種母場検査法を交付。その後、国策として、 内国産馬の体格を向上させるために、洋種馬の血統を導入する計画を実施した。三崎馬も、国策としての内国産馬改良事業から完全に逃れることはできず、とい三崎には1913年に、父が、スタンダードブレッド、母が、北海道和首都南部馬の雑種の北海道産母馬で、ある小松号が導入され、種馬として1年間供養され数頭の品馬が、 種付けされた。小松号の特徴は、栗毛、流星、玉目ただし、微白、右後一泊だった。それ以来、三崎馬には、栗毛や白餅で、大柄の馬も出るようになった。しかし、小松号の影響は限られたものにとどまり、三崎馬は、純水度の高い馬群を維持する数少ない、日本在来馬として残った。三崎馬は、第二次世界大戦中から戦後にかけて、 数が減少し、農業の機械化に伴い農工場としての需要も見込めなくなった。しかし、1953年に、三崎馬及びその繁殖地が国の天然記念物に指定され、1967年と1968年に発足した、といみさき馬保護対策協議会と、といみさき馬保護対策協力会が、三崎牧場に協力、援助する体制ができた。さらに、 1974年からは、国、宮崎県、串間市の補助事業として保護策が取られ、三崎馬の頭数は次第に増加傾向に転じた。近年は120頭前後で安定し、半野生状態を維持された希少な日本在来馬として、宮崎県の重要な観光資源となっている。柵で仕切られた、とい崎全体の約500ヘクタールで生息しており、 ついたちに40キログラム程度の草をはむ。とい岬さき巻組合は、柵や草地の手入れをするものの、馬に餌を与えるなどの飼育は行わない。岬の付け根近くの車道に設けられた小まとめの門内に入るには、岬馬の保護、管理の協力金を払う。岬内の道路は、馬との衝突を避けるため慎重に運転し、馬を見物する場合は、 後ろから近づいて怒らせないなどに注意点がある。トイ・ミビジターセンターで予約して、手数料を支払えば、馬がいそうな場所へ案内してもらうことができる。ミサ牧場では、年に一度、ト岬の馬追いを行い、馬の寄生虫の駆除や健康診断などの保護活動を実施している。また、三崎馬本来の特徴を守るため、小松号由来の用種場の影響を残す栗毛や、 白餅の馬を、規格外の三崎馬として、母馬を虚勢したり、要望があった、観光牧場や個人農家などの受け入れ先へ、出したりして、三崎馬本来の特徴を保持した馬群を復元、維持するよう努めている。2011年3月、宮崎市の日本中央競馬会、宮崎育成牧場で、乗用馬一頭が、ウイルス性の家畜伝染病である馬。 伝染性貧血に感染していることが判明し、殺処分された。馬伝染性貧血の発症例は、日本国内では1993年以来18年ぶりであり、この個体が、トイミ生まれであったことから、トイミの岬馬の疫学検査が開始された。4月11日、宮崎県は、前年10月に59頭から採取してあった、血清を使った抗体検査によって、 トイミサキのミサキ馬のうち、先に殺処分された馬の母馬を含むことから、馬伝染性貧血の陽性反応が出たと発表。さらに5月中旬、約100頭のミサキ馬のうち、馬追いで柵内に収容できた96頭について、血液検査が行われ、20日、すでに感染が判明していた馬を含めて、計12頭の感染が判明したと発表された。 7月にも2度目の馬追いが行われた。三崎馬は野生馬とされることから、家畜伝染病予防法による殺処分の対象外であり、県は当初、馬伝染性貧血は親子関係で感染することが多く、虫などが媒介し、感染が広がる危険は少ないとして、現地で感染場を隔離健康状態を観察する方針を取った。しかし、農林水産省は、 隔離しても他に感染する可能性はあるとしており、事実、感染場のうち母馬の反応が陰性であったものが、3例確認されたことから、母子感染以外の可能性が浮き彫りとなった。結果、県は、国と協議の上、吸血性昆虫の媒介による感染の可能性があり、隔離しても他の馬に感染が拡大する恐れがあるとして、7月22日、 12頭を虐殺処分した。時事通信の報道によれば、この処分により、三崎馬の数は計85頭となった。ありがとうございます。